はいどうも、カパン町、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン町、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今回やっていくのは、上から来るぞ、気をつけろ。まずは主役たちに登場していただきましょう。ヘアウィゴー、チェキ、エッサ、ホイサ、この子と、うんとこしょ、どっこいしょ、この子で、ございます。画角ギリギリ。どうしても収まりたいという執念が伺える。って、パソコンが見たい。来るぞ、ユーマ。どうしたのさ、これ。これ、私が持ってるパソコンなんだけどね。それぞれ紹介すると、左の黒い方が、中古やジャンクパーツを組み合わせて作った今の私のメイン PC。CPU はインテルコア i7-9700K で、過去にも動画で出したこともある子です。そこら辺詳しいことは動画を参照ください。そして右の白い方は、直前に出した動画で初登場した、最近お迎えした子ですね。どちらもスペック詳細は後できっちりとさせていただきますが、こちらはRyzen 7-3700X で構成されています。これも動画を出したからぜひそっちも見てみてね。で、二つ揃えてどうしたのさ。サムネ見てねえのかおめえ。見てるし企画を知った上で聞いてんだよ砂漠ゾダミク。ダミー。紹介する気がないのなら私が代わりに。というわけで、やっていきましょう。インテルコア i7-9700K vs Ryzen 7-3700X。新進の新月面が描く放物線は、栄光への架け橋だ。決まったー。やっていきます。ねえ、いつも思うんだけどさ。うん？どうしてそんなサブタイトルつけたがるの？かっこいい以外になかろう。これをかっこいいと思ってしまうセンスよ。解散はしないよ。音楽性の違いってわけでもないしね。でも、結構興味あるかも。だってこの戦いって実質、メイン PC 対サブ PC でしょ。しかも実質、インテル VS ライゼンだよ。これは心躍るしかないでしょ。ああ、メガシャーク VS、ジャイアントオクトパスみたいなね。サメ映画に例えるなしわかりにくい。メガシャークは大体クソで面白いよってつぶやかれていたのは大草原。で、今回はその性能を比べてみようって企画だね。そういうこと。メイン対サブ、果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。実況はこの、カパコチャでお送りしていきます。よろしくお願いします。まあ、何派ともあれ、まずは外観から見ていきましょう。まずは側面。何の変哲もない側だね。色が対照的なのが印象的だね。それでは、側面を見てみましょう。さすがデスクトップ、どっちもクソ重いのね。腰言わさないように気をつけようね。側面はこんな感じ。左は小窓的なアクリルパネルがついてるし、右は全面アクリルパネルで中がしっかり見えるね。そして、背面の方は、こんな感じ。まあ、これもあまり差はない感じだね。そしてまた、側面に戻りまして、側面パネル、オープン。ジャンクウォリアーを特殊召喚。おい、デュエルしろよ。アクリルパネルも、バトルフィールドから除外。強制脱出装置。もうどこから突っ込んでいいのやら。それでは中身があらわになったので、構成パーツをそれぞれ見ていきましょう。照明が当たって中身が見えやすいように斜めにしておきますね。挟まれている我々にはノータッチかい。それではまず、左側の方から見ていきましょう。こちらは私の今のメインパソコンで、ジャンクや中古を買い漁って組み立てたものになります。初めての自作パソコンということもあって愛着はひとしおだね。そんなパソコン、構成は、CPU は、インテルコア i7-9700K。ファンは、サイズコテツマーク2。マザーボードは、アスロック H370 パフォーマンス。メモリは、コルセア DDR4、8GB が2枚、4GB が2枚の計 24GB。ストレージは M.2SSD256GB を4枚搭載して、合計約 1TB。電源は GB650W のもの。ケースは、ザルマン、Z9U3。OS は Windows 10。グラボは、Asus Radeon 5500XT の、以上となります。一応、購入時の価格もお伝えしますと、上から、CPU、28000円。ファンは、3500円。マザーボード、4500円。メモリ、全部で6500円。ストレージも全部で、15000円。電源、ケース、DVD ドライブ込みで4000円。Windows 10は、15180円。グラボは、20000円。ちなみに上から、中古、中古、ジャンク、中古、ジャンク、ジャンク、新品、中古、で買いました。合計金額は、92180円。ちなみに、これらを新品価格で買おうとすると、グラボなしでも12万くらいかかる感じです。今ではグラボもわけわからんくらい高騰してるからね。下手したら全部で20万超えちゃうんじゃない。早く以前の価格でグラボが買えるようになるといいね。それでは次に、右側の白 PC の紹介に移ります。こちら以前の動画でも紹介しましたので、見たよという方は飛ばしてもらって構いません。でも改めてお伝えしますと、こちらのパソコンの構成は、CPU は、Ryzen 7-3700X。ファンは付属の AMD レイスプリズム。マザーボードは、アスロック D450 スティールレジェンド。
メモリは、チームの DDR4、8GB が2枚の計 16GB。ストレージは、キングストンの NVMe 接続で 500GB。電源は、コルセア 850W ゴールド認証のもの。ケースは、サーマルテイクベルサ H26 ホワイト。OS は Windows 10。そして各パーツ、新品での価格はこんな感じ。で、その合計は、102,571円。まさかまさかの10万超えだったねー。でも、こちら中古で購入し、価格は、65,000円でした。だいぶ安くなってお得、という話だったね。あとはこれにグラボを乗せればパソコンとして動かせるってものでした。まあ、そこはさっきのパソコンと共有で使おう。さすがに今の価格帯でグラボは買えん。しかしまあ、二つ揃えると、嫁の頭には角が生えてもおかしくないレベルですね。その怒りも愛でしっかりと受け止めるんやで。はい。そして、これら二つの比較をするとこんな感じ。CPU はこちら。ファンはこちら。マザーボードはこちら。メモリはこちら。ストレージはこちら。電源はこちら。ケースはこちら。OS はどちらも Windows 10で。グラボはこちら。そして、購入金額は、左、92,180円。右、65,000円。結構差はあるけれど、でも、グラボは共有だから、実質85,000円と言ってもいいね。そうなると、価格的にはトントンくらいになったね。比較するとどうだろう。CPU 性能は今から見るとして、その他で差が出そうなのは、ファンはどちらも空冷だけど、どちらがいかに冷やせるか冷却性能が気になるし、メモリは 24GB と 16GB で単純に左の方が大きいし、電源は容量の多い 850W の方が高負荷にも耐えられそうですね。ケースの方も空気の流れや放熱性能で、もしかしたら差が出るかもしれないね。あとは似たり寄ったりな部分はあるけれど、でも、やっぱりそれぞれ一長一短がある感じかな。うんうん、これは性能比較が楽しみだよ。それでは、パーツ紹介は以上にしまして、比較検証に移りましょうか。おお。それでは、みんな大好きシネベンチからやっていきましょう。左がインテルコア i7-9700K、右がライゼン 7-3700X の画面です。まずはマルチで測定していきます。なんて言ってる間に、いきなり差が出てる感じだよ。右のライゼンの方が早いですね。スレッド数が違うから。では、走り終わるまで早送りしちゃいましょう。トランザム。そうして走らせて、はい、出ました。結果は、インテルコア i7-9700K のスコア、8494、ライゼン 7-3700X のスコア、12,556、ということはつまり、マッチ凡敗、ライゼン、ドアー、決まったー。てか、勝敗の付け方が手にプリな件について。まあ、結果には後でまとめてコメントすることにしまして。では、マルチに続きまして、シングルの方も見ていきましょうか。おっと、そうだった。よし、やろうやろう。では、シングル、スタート。よっしゃ、いっけー？って、遅いね。まあ、シングルですから、仕方ないっすよ。だったら、終わるまで、超早送り。やっちゃいますの。キング、クリムゾン。はい、出ました。結果は、インテルコア i7-9700K のスコア、1217、ライゼン 7-3700X のスコア、1251。うおお、これはまた僅差だねー。というわけで、まとめると、マルチスコア、8494対、12,556。シングルスコア、1217対、1251。うおお、マルチで明暗が分かれたって感じか。シングル性能は同程度だけれど、スレッド数の多さでスコア差が分かれたって感じだね。というわけで、シネベンチ、結果は、ライゼン 7-3700X の勝利。決まったねー。って、あれ、早速メイン PC の方が食われとるやんけ。そうなんだよねー。でも、まだ他の性能もあるから、挽回の余地ありですよ。すっごい変形して本気出しそう。では、CPU 性能について見ていくのは、こちら、発熱です。発熱とは、これから先ほどのシネベンチを10分間稼働します。その時の温度変化を比較するとどちらが優れているのか、ということです。つまりは、CPU の熱とファンの冷却性能を比べてみようということですね。今度は熱と来たか。それぞれ CPU ファンの確認ですが、インテルの方は、サイズコテツマーク2、ライゼンの方は、付属ファンのレースプリズム。どっちも空冷だけど、大きな違いといえば、サイドフロー型か、トップフロー型かってことかな。発熱に関しては CPU が爆熱か、ファンの冷却性能でだいぶ変わってくるからね。楽しみだね。では、やっちゃおう。というわけで、10分間シネベンチを回してみた。その結果を見ていきましょう。こちら。うわぁ、なんか数字がいっぱいで目が痛いんだけど。
はい、こちらフリーソフトの HW モニターで温度を測定して、その画面をそのまま載せました。電圧とかいっぱい書いてありますが、必要だと思われる部分だけ抜き出して紹介しますね。では、気になる CPU 温度。インテル、最小、28度、最大、90度。ライゼン、最小、30度、最大、77度。うわぁ、決まったー。最小温度はともかくとして、最大温度は13度違うのかー。ちなみに、電力も比較したところ、インテル、最小、4.97W、最大、165.77W。ライゼン、最小、13.40W、最大、90.12W。電力でも差が出たー。じゃあこれは何かい？インテルは電力食いの爆熱マッチョ面ってことかい？字面から熱苦しい。それか、ライゼンの方がスマートインテリタイプなのかもしれないよ。熱血マッチョとスマートメガネ、はかどるー。落ち着け落ち着け。というわけで、結果、インテルの方が爆熱。あちちち、天下のインテル、これは大丈夫か。まだベンチマークテストが残ってるから、ゲームのベンチマークテストで比較は終わりにしようか。果たして、この勝負の結末やいかに。はい、というわけで、始まりました。まずはドラクエベンチマークをやっていきます。定番の軽いベンチマークテストだね。一応、ここでおさらいなのですが、今回グラフィックボードはどちらも、Radeon RX5500XT を使用しています。ライゼンの方はグラボがないと動かせないから仕方ないね。なので、性能差があるとしたら、CPU が違うことと、メモリが 24GB と 16GB ということくらいでしょうか。メモリが関わってくればの話だけどね。あと、なんかほんの少しだけど差が出てるような気がしてるんだけど。それじゃあラストまで一気に飛ばしちゃいますね。そうい。出ました。結果は、インテル側、スコア11122、ライゼン側、スコア12820、評価はどちらも、すごく快適。ああ、差が出てしまったか。数値的には1700くらいの差が出たね。まあ、どちらもすごく快適だから。でもスコアは差が出たのね。はい、次行ってみよう。インテル、入ってる。はい、それでは、続いて FF14 ベンチマークテストです。これも有名なベンチマークだね。スペックは変わらず、やっていきます。設定について触れるのを忘れていたけれど、ベンチマークソフトはどれも最高設定、フル HD 画質で行っていきます。説明ありがとなす。でも、どうだろうこれは、走らせて間もないけれどスコア差はほとんどないように見えるね。これはとってもいい勝負が期待できそう。一応それぞれの左上には MSI アフターバーナーを起動させているけれど、違いらしい違いは、ラムかなぁ。どこ？ああ、それぞれ見えやすいように拡大させるね。それぞれ上から、GPU、VRM、MEM、CPU、RAM、FPS なのね。呪文かな。まあ、詳しくはググってみてくださいな。で、RAM が、なんだって。ここなんだけどね、インテルの方はだいたい4600前後で推移していて、ライゼンの方は5100前後で推移していますの。ほんとだ。でも、RAM ってどういうこと？これは、ランダムアクセスメモリーの略でね、CPU が何らかの処理を行ったりするときに使うメモリのことなの。ふむ、さっぱりわからん。まあ、作業机みたいなもんで大きい方がより多くの作業ができるってものなの。さっきからどうしてオネーク調なの。で、このラムが場面で上下はありつつも、だいたい500くらいの差が常にあるの。ということはつまり、もしかしたらそれで差が出るかもしれないってこと？可能性の話でしたか。まあ、他にも違いがあるとしたら、CPU の欄で、パーセンテージ、メガヘルツ、ワットで差があるって感じかな。それこそ重要な違いなのでは。全体的にインテルの方が数値が高く推移してるね。パーセンテージも、メガヘルツも、ワットも全部インテルの方が上回ってるね。これは、インテルが超頑張ってるってこと？お姉さん、ざっくりなのは胸元だけにしてくれませんかねー。ちょっとあんた、どこ見てんのよ。ああ、めんどくさいスイッチ押しちゃってすいません。では、結果まで一気に飛ばしちゃいますね。逃がさないよ、あたいあんたを逃がさないよ。はい、出ました。結果は、インテル、スコア14067、ライゼン、スコア13510。評価はどちらも、非常に快適。ということは、マッチボンバイ、インテル、きたー。いやー、これはすごい僅差だったね。ほとんど差がないと言っても過言ではないだろうね。試行回数や場合によっては逆転するかもしれないね。まあでも、今回、スコアに差は出たし、勝ちは勝ちということで。なんか嬉しそうね。だって、みんなに AMD の方が性能が高いって言われてんだよ。みんなから蔑まされ、けなされるものが這い上がるそんなストーリー。それを応援してこそ、ジャンク読者ではなかろうか。ジャンプでは。でもこれでようやく一矢報いたって感じかな。まあ性能的には、拮抗してるライバルみたいな関係だね。では、続きやりましょ。やりますわよ、お姉様。なんであんたもお姉口調になってんのよ。あらやだ。でも、次が最後です。最後の戦い、その運命やいかに。
私のために争うのはやめて。はい、やっていきます。それでは最後、FF15 ベンチマークテストやっていきます。お姉様お姉様。視線が大殿筋から離れない剣について、これも設定は一番上の、高品質、画角はフル HD サイズでお届けしています。ん、ナイスヒップ。セクハラです。暗算型かな。はい、アウト。でも、こっちも明確なスコア差は現れていない様子。まあまだ始まったばかりだからね、これが終盤の方には変わっているのかもしれないよ。左上の数値も先ほどの特徴を持っている様子。ラムはライゼンの方が高くて、CPU の数値はインテルの方が高いってことだね。そうそう。でも、今回は CPU 温度で違いが出てる感じよ。と、言いますと、温度の上下はありつつも、インテルの方はだいたい45度、ライゼンの方はだいたい60度くらいで推移しているね。数字が見にくくてすいません。でも、本当だ。ちょっとこの発熱や冷却性能については、今回の検証では明確に勝敗をつけられないかもね。CPU やソフトの相性もあるのかもしれないしね。触ってどっちが熱いのか試してみれば。やけどするわい。なんて言ってる間にベンチは進んでいきまして。ベンチは進むよ。どこまでも。スコアもここまではほとんど一緒。いい勝負。これはインテル、やっちゃうのでは。かもね。努力、友情、勝利。ジャンプ魂入ってるねー。でも、こちゃの本当の夢は、大打、堕落、規制。ダメ人間の三連星やー。では、そんなヒモミートは置いといて。見捨てないでー。気になる結果まで飛ばしましょう。私、食べることと寝ることに関してはすごいんですから。雨水すってろ、辛辣。結果は、インテル、スコア4245、ライゼン、スコア4180。き、き、き、きたー。うわ、うるせ。やったやったやったよ、ついについにあの FF15 ベンチで勝利をもぎ取ったよ。スコアは僅差、そんなの関係ねえ。どう見てもスコアはインテルの方が上、どうあがいてもインテルの方が勝ってる。インテル最強、インテル最高、インテル愛してる。ああ、これは、インテル決めてますわ。はい、それでは皆様ご一緒に。インテル、入ってる。ありがとう。オリゴ糖。じゃあ、満足もしたようなので、結果のまとめに移りますね。いえ、インテル入ってる。お静かに。ぐえ。インテル、入ってる。はい、それではこれまでの結果をまとめていきましょう。こちら、シネベンチ。マルチスコア、8494、12556。シングルスコア、1217、1251。CPU 温度、最小、28度、30度。最大、90度、77度。電力、最小、4.97W、13.40W。最大、165.77W、90.12W。ドラクエベンチマークスコア、11122、12820。FF14 ベンチマークスコア、14067、13510。FF15 ベンチマークスコア、4245、4180。以上がスコアまとめでございます。うおぉ、揃ったねー。では、そのスコアで勝敗をつけちゃいましょう。いくぜ。勝ってる方に丸をつけます。マルチ。シングル。温度最小。温度最大。電力最小。電力最大。ドラクエスコア。FF14 スコア。FF15 スコア。以上のような結果となりました。うわぁ、ほんと一進一退の攻防、一長一短があるみたいな感じだねー。では、最終結果。メイン PC、インテル、4勝、サブ PC、ライゼン、5勝。勝者、ライゼンサブ PC。うわぁ。やられた、やられたぜ。おめでとう、おめでとう。この結果、どう見ますか？はい、サブはともかく、このメイン PC なんですが、私の初めての自作パソコンでありまして、初心者ながら調べて、パーツ集めて、組み立てて、その時の苦労や頑張りが蘇ってきます。MVP インタビューなの。でも、そうして思いを込めた愛は伝わっているはずです。まあでも実際、組んだ苦労とかを考えちゃうと、手塩にかけて育てた子が活躍してほしいよな。でしょでしょ、だからこれからも一緒に頑張っていこうね。じゃあ、最後に稼働したらどうなるのか、それを見ながらエンディングとしましょう。というわけで、参上、みんなのアイドル、カパデイス。それでは、スイッチオン、行くぜ。ファイヤー。ツイター、やっぱりライトアップされてるといかにもゲーミングパソコンって感じがするよね。なお、中の人はこのビカビカはあまり好きではない模様。なんで光らせたの？映えると思って。しかしこの結果、勝敗を分けた要因は一つでしょう。それは、やっぱり機械とはいえ、愛がいるんですよ、愛が。必ず。最後に愛は勝つ。じゃあ、これから使うのは決まったね。うん。それじゃあせーので言おうか。せーの。これからよろしくね。ライデン。おい、いい加減にしろ。
どうも、ありがとうございました。愛もあるけど CPU スコアがいい方だよね結局。手のひらくるくるドリル美味しいです。それでは、ライトアップされてるパソコンを背景に。動画は以上となります。もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、この動画は、アルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパン長。